はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回はアーツオブアイアン4、ガンダム一年戦争元ジョン軍編続きをプレイしていきたいと思います。まず地球全土というところで見るとですね、ご覧の通り、ジョン軍がもう大半を制圧しているという状況で、地球上での勝利はもう決定的なものになりつつあるというところです。まあ、ただし連邦軍の方もね、いろんなところに強襲上陸をかけて、反攻作戦を繰り返してきているので、これは地道に確実に潰していこうと思っています。で、今回はですね、政治力溜まってますので、いくつかイベント関係もね、ちょっと見ていければいいかなというふうに思っています。例えばニュータイプ思想をね、広める禁止するとあると思うんですけど、まあ、こういったところのイベントですとか、あとはですね、まあ面白いところで言うと、このペズン計画とかね、ヒルドルフ、これは大型の戦車ですかね。あとはこの次期主力モビルスーツ開発、このあたりのね、研究を進めていくっていうイベント、これもねちょっと面白いかなと。それとあとは月面基地への破壊工作とかね、こういうイベント関係を少しずつ見ながらですね、まあ、しっかりと連邦軍を潰していくっていうね、そういうイベントを見ていきたいと思います。ではまず今回はペズン計画発動しちゃいましょう。ペズン計画発動すると何がいいかというとですね、研究枠今全部埋まっちゃってますけども、研究枠の中でモビルスーツ、ここのペズン計画のものが開発できるようになります。ペズンドワッチからアクトザク、ギガンとかね、このあたりのモビルスーツが横並びに開放されるので、研究開発可能とこういうイベントですね。まあ、ペズンドワッチであればご覧のような性能値になってます。最高速度が85と、まあ、かなり速いですね。ドムが80なので、まあ、ドムよりは速い、まあ、そういうものですね。あとはギガンとかもありますね。渋いなぁ、ギガンとかで。まあ、こういうモビルスーツがね、まあ、解放されると。まあ、そういうイベントになります。じゃ続いて、せっかくなので、ヒルドルフ。こちらの解放と、次期主力モビルスーツ。これらの解放も行っちゃいましょう。そして、このね、特別計画の中にすごく面白いものを発見したんですよ。それがこのマハル疎開。マハルっていうのは、シーマとかの故郷ですね。前回活躍してくれたシーマガラハン、ジョングの海兵隊。そのシーマの故郷がこのマハルになります。で、これマハルやると、ソーラレイを解禁できると。ソーラレイちょっと見てみたいんですよね。やりましょう、これ。面白そうです。というようなところでイベントを進めつつ、連邦軍のね、反攻作戦もしっかり切っていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。ヒルドルブの評価試験ですね。これが完了しました。技術本部より603技術試験隊に通達と、いうことになります。このまま現地配備せよと。まあ、実際にね、ヒルドルフが配備されるというわけではないんですが、イベント上はそういう形になってますね。では、ヨーロッパのね、完全制圧、進めていきましょう。ヒルドルフ、遠吠えは落日に染まった。試験モビルタンクヒルドルフ技術試験報告書。これによると、我が603技術試験隊はヒルドルフの地上試験を実験せり。しかれども敵コマンドとの遭遇により対モビル戦闘へと発展。この戦闘において試験パイロット、テメジメール・ゾンネン少佐は複数のモビルスーツ J6J と交戦。ごめんなさい。ちょっと読めないですが、それを撃破し試験を全うすると。この度の戦闘試験をもって過去の不採用評価を払拭せしめたものと信ずるということですね。かなり大型のモビルタンクということだと思います。これによってヒューリック・クエーガーの実験解除。ボーナスがそれぞれ入っています。
1% ずつですね。大方、地球の方が型がつきました。こっからはですね、いよいよ宇宙、ルナ2攻略ということに向かっていくんだと思います。で、ディシジョンありまして、ここもですね、ルナ2攻略作戦がありますので、これをね、早速発動していきましょう。で、もう一つね、アポロ作戦もあるので、アポロ作戦もついでに発動します。アポロ作戦というのはね、フォン・ブラウンの攻略ですね。地球の都市はグラナダ、フォン・ブラウン二つありますけども、グラナダは皆さんご存知の通り、キシリアのね、本拠地として、すでにジオンの支配下に入ってますが、フォン・ブラウンはね、もともとは中立都市だったということもあって、フォン・ブラウンをね、攻略するためのアポロ作戦というものが別途用意されています。お、最高コミュニケーターが完成しましたね。これで何ができるようになるかというと、まあ、すごくタイミングがいいのでこのままご紹介しますが、サイコミューシステム試験用ザク、これのね、研究が、ビショップ計画完了とともにできるようになります。なので、これを少し待ってね、一緒に研究をしていきたいと思います。では、そのビショップ計画完了しましたので、サイコミューシステム試験用ザク、これ、研究、ブーストかけて、1ヶ月半で研究しましょう。これはすごく楽しみですね。プラスですね、もう一つ、この独立部隊の編成というイベント見れそうなので、これもせっかくなので見ましょうか。ここに映ってるのは3連星がちょうど映ってますけど、ミノフスキ粒子によってあらゆる電子兵装が無効化されたことにより、戦場は中世紀以前の有志界戦闘の世界に逆戻りしたということですね。それは必然的に艦長や部隊長レベルの士官の判断力がそのまま作戦のキーを決する結果をもたらし、両陣営は優れた試験がその能力をいかんなく発揮できるよう小規模の独立部隊を複数編成するようになった、まあ、ホワイトベースもね、名前の通り第13独立戦隊、独立戦隊という名前になってますからね。ここはじゃあこのイベント発動していきます。で、シーマのところに優先配備したゲルググなんですけども、ビームマシンガンに、兵装をアップデートしてあります。サーフェルトシールドが全然、生産不足になってますけども、じゃあこのビームマシンガンって何っていうところなんですが、今まで、ビームライフルっていうものを使ってたと思うんですけども、新しくですね、ビームライフルに変えてます。これが、そのビームライフルですね。ごめんなさい、ビームマシンガンって言った方がいいのかな。これがビームライフルの上位互換のものになっているので、ゲルググがね、ビームマシンガンを装備しているという状態です。はい、ちょうど今ルナ2攻略を行おうと思っていたその矢先なんですが、連邦軍が降伏をしてきました。ギレンザビア臆病な連邦がもはやジオンによる圧倒的な軍勢の圧力に耐えることができなくなったと発表。連邦政府は国から逃れ飛ぶ、彼らの主力は降伏、現在はジオン公国が彼らの母国を支配しているとこういうことですね。いや、このね、本当に、ガンダム一年戦争モッドはめちゃくちゃ面白いですね。作成していただいた方、本当にリスペクトする、すごい面白い作品になってます。で、次回はですね、地球連邦側で戦ってみようかなと思ってます。で、モビルスーツの強さ、必要性、もう十二分にこのジオン編をプレイして分かったんですが、連邦軍編はですね、V2 作戦を中止。モビルスーツを一切使わないプレイに挑戦してみたいというふうに思っています。では次回はね、連邦軍編でまたプレイの方をしていければいいなと思います。